いやー、これはね、これは、うん。こんにちは、はじめラジオ、はちらじの時間です。はい、今日もね、元気よく、から元気というやつですね。まあ、なんやろ。ちょっと雑談させていただきますと、まあ、ブラック企業を、まあ、勤めてるって言ってるじゃないですか。ほんで、まあ、この引き継ぎでどうのこうのとかいろいろ、ちょっとね、その引き継ぎ問題になるんかな。ちょっとね、秘書とめちゃくちゃ喧嘩して、まだ動画で喋れてないんですけど、めちゃくちゃ喧嘩して、ちょっとそれからね、あーだこーだいろいろあるんで、まあ、ちょっと精神的にね、疲れてるっていうところなんですけど、まあ、体はね、今、なんていうんですか、代わりの3人、代わりが引き継いでるんですけど、この方たちが、ある程度ね、まあ回してくれるんで、俺は体的にはだいぶ楽になったんですけど、精神的にね、ちょっと疲れてるんで、まだそれもまたちょっと動画にしたいなと思うんですけど、まあそれはそれと、さておき、今日はね、ちょっと経過物で、質問をいただいたので、その DM をね、返信していきたいなと、動画でアンサーを取っていきたいなっていうので回してるんですけど、ちょっと長いんですけど、まあこの辺ちょっと貼っときますね。はじめらずさん、はじめまして。突然のメッセージ失礼しますと、大阪で佐賀の委託をしている28歳のものです。2ヶ月前に他の大手宅配から佐賀の委託に入ってきました。2ヶ月前 ?2 ヶ月前最近ですね。小作すり宅会社は6コース8人体制ですと。本題になりますが、現責任者から近い将来に責任者になってほしいと言われました。他のドライバーは年齢的にも配達でいっぱいいっぱいで周りを見れないから能力、年齢的にも20代のお前が適任とのことです。ただ個人的には厄介な話だと考えていて、1コースを渡さないといけない、2売り上げが激減し会社から配管手数料ももらえない、3現、責任者としての責任がかなり降りかかる、4責任者なので荷物を持ちすぎると身動きが取れないなどが理由です。現責任者も20万を切る売り上げで生活が苦しいと言ってる状況で、責任者をしているのは尊敬しますが自分には厳しいと思います。歴が長い他のドライバーもみんな責任者はいたと言うが、そらそらだろう誰かがしないといけないから今から勉強してくれと言われている現状です。個人事業主として働く以上20万円台の売り上げで責任だけ売りかかるのはどうかと思いますし、器用な人間が損するだけな気がします。まあ誰かが泣いてくれないといけないから、まあやってくれみたいな、まあ誰かがね、やらないといけないからやってくれみたいな感じで、何かアドバイスあればお願いしますみたいな、DM が来たんですけど、まあちょっとですね、まあどうだろう、いろいろ突っ込みたいところあるんですけど、ですね、どっから突っ込んでっていい、どっから突っ込んでっていいのかちょっとわからないですけど、まあ、単刀直入に言いますと、やるべきではないですよね。どう考えてもやるべきではないんですけど、なんですか、この方が、どういう理由で、宅配、軽貨物の宅配をやってるかによってちょっと変わってくるんですけど、この方が例えば、いろいろそういったノウハウを盗んで、自分で、そういった法人を立ち上げるとか、を目指してるんだというのであれば、まあ、いい勉強にはなるかなと思うんですよね。正直、むちゃくちゃいい勉強にはなると思うんですけど、ただ、稼ぎたいから、軽貨物宅配をやってるのであれば、何一つメリットないですよね。何一つない。だと、んでね、この方も言われてる通り、まあ自分が今配ってるコースも渡さないといけないし、まあ売り上げが激減するし、責任者としての責任が、まあかなりね、降りかかるというのがありますし、んでまあ20万を切る、売り上げで20万切るんすよ。やばないですか個人事業主ですよ。サラリーマンじゃないですからね。個人事業主で売り上げが20万切る、そっから経費とかやったら、とてつもないことになるっすよね。高校生のアルバイトの方が下手し、稼いでるんじゃないかぐらいの手取り金額になるんじゃないかなと思いますけど。いやー、これ、俺思うんですけど、何を悩んでるんかなと思うんですよ。
やるべきではないと思うんですけど、ただこの方が、ほんまにさっきも言いましたけど、将来ね、まあまだ20代ですし、その将来の何かその、糧になるというか、将来自分で、軽貨物、まあ宅配とか委託会社、もう自分で立ち上げてみたいみたいな、そういう野望とか野心があるのであれば、まあまあ20代、まあ実家住みとかやったらね、まあこの売り上げでも、まあやっていけるし、いい勉強になるのかなと思うんで、まあ、やってみてもいいんじゃないかなと思いますけど、稼ぐために軽貨物やったのであれば、もう何一つ迷うことなくやめるべきですよね。だからね、誰かが泣かないといけないから泣いてくれと言われている気がしてなりませんって言われてるんですけど、別にこの視聴者の方が泣く必要もないですし、それはもう正直その委託会社が悪いですし、それをこの方が責任を負う必要も全くないので、何もやることではないですし、このね、委託会社ね、ちょっとじゃないですか。ちょっとじゃないですか。だってね、責任者なんですよ。責任者なのに、売り上げが20万ももらえへんって、やばいっすよね。どういうこと？そんな責任者、俺がやってた時は、なんですけど、まあ、なんつうんですか。まあ、二つの営業所に入ってたんですよね。まあ、A と B の、ところに入ってたんですけど、そこを管轄するのが、まあ、俺の仕事みたいな感じで、だから、なんていうんですか、俺は全く走れないですよ。全く走れへんというか、もう、ほんまに欠員が出まくって、欠員が出ても補充できる体制を整えてやったんですよ。俺じゃなくて、社長がね。だから社長がもう常にその、だから人はそれなりにいたんですよ。だからもう全員フル出勤してたら、逆に人が余るぐらいの状態やったんですよね。でも、だからそういう時って、俺はまあ全く走らないじゃないですか。どちらかというと、クレーム対応が多かったですね。だからまあお客さんも、なんかあったら責任者出せ、みたいな、すぐ言われるじゃないですか。誰が責任取んや、これ、みたいな。時間して、遅れてきやがって、とか、なんかいろいろなことで、まあなんか責任者を出せ、みたいなとか、いろいろそのドライバーさん、うちのね、その時にいたドライバーさんで結構その、気性の荒いというか、ちょっとまあ、人間的にそれどうなんみたいなことをね、普通にしちゃうようなドライバーさんも多かったので、そういったドライバーさんのその対応とか言葉遣いとかそういうのが乱暴とか威圧的やし、すごい不快な思いをしたみたいな感じでお客さんからクレーム来て、俺が謝りに行ってみたいな感じで、だから俺、ほぼ謝りに行ってるか、まあそのドライバーさんの売り上げ管理してるか、まあいろいろその事務作業みたいな感じだったんで、まあ、ほぼ走ってないんですよ。ほんまに走らん月ってこうはね、全然あるんですよ。ほんまに1ヶ月1回も、その走らへんみたいな月あったんで、だから、その分ね、なんつうんですかね、まあ、年俸制じゃないですけど、まあ、固定給みたいな感じですよね。だから固定給で、お前はこんだけな、みたいな。そういう感じやったんで、だから、良かったんですよ。しかも、なんつうんですかね。まあ、それなりにありましたから。まあ、それなりにね、3桁近く、もらってたんで、だから、良かったんですよ。うん、だから良かったんですよ。だからね。まあ、そういうなんやったら、全然いいと思う。っていうか、それぐらいもらわんと、割に合わんかったんですよね。だって、俺ドライバーでしてた時も、最高で100万とか言ってたんですよ。ほんまの繁忙期で、むちゃくちゃ荷物もあって、むちゃくちゃ、まあ、なんつうんですか。もう自分の管轄してるエリアをもう配り方とかお客さんの行動とか全部分かった状態でマックス売上とかまで100万超えたりとかは何回かあったんですけど、だから100万ぐらいもらわんとその割に合わんかったんですよね。だって責任だけ振りかかってなおかつ給料なんか落ちてたらもう全くやる意味ないじゃないですか。もう誰もやらないんでね、そんなんやったら。だから、まあ、いろいろ、まあ、社長にも気に入られてた、気に入られたんかな、まあ、気に入られたみたいなのもあったんですけど、まあ、あと他にできる人がいいんかったみたいなとこもあったんで、まあ、俺に、その、まあ、そういう、まあ、相談というか、お前やってみいひんかみたいなことを話をいただいて、で、まあ、次にその、給料とか、そんな話になるっすよね。まあ、やってみてもいいんですけど、給料ってどうなんですかみたいな時に、その、俺の、その、なんつうか、この、今までの売上表みたいなのをこう出してきて、だからお前は最高月収として、まあ、100何万、まあ、稼いでるな、みたいな。だから、この最高月収
に近いのを毎月出すな、みたいな感じで、そういう金額になったんですけど、だから俺が、例えば50万ぐらいしか売り上げを出せへん人間やったら、だから固定給として毎月50万ぐらいやったかもしれないですけど、まあ大体100万行くときは行ってたんで、毎月じゃないですけどね、毎月は無理やったんですけど、行くときは行ってたんで、だからまあこの最高月収の100万ぐらいを、まあやるわ、みたいな。やるわ、みたいな感じで、くれてやったんですけど、だからそれやったら、まあいいかなと思うんですよね。でも、この方の場合は、20万円、売上として20万円っていうことは、売上として20万円ってことは、この方は責任者という立ち位置になったとしても、走らされるってことでしょ。っていうことは、何一つメリットないですよね。この走らされても、その責任者やからいろいろ、責任を取らなあかんことも出てくるでしょうし、責任者なんで荷物を持ちすぎると身動きが取れないと、この方もおっしゃってる通り、ほんまにそうやと思うんで、だから少ない1日ね、まあ40個、50個ぐらいしか持ち出しできずに、まあほんだけ回って何かあった時に、すぐ、動ける体制をね、整えてるとしたら、1日40個、50個ぐらいの荷物しか配れへんし、そんだけの売り上げしか立たないってことでしょ。どういうこっちゃと。どんな会社やねんと。どんな委託会社やねんと俺は言いたいです。だから、もう、論外です。やるべきではない。もうこれ一択ですね。っていうか、その委託会社自体が、ちょっとどうなんだろうなと思う。その考え方というか。でもまあ確かにね、その、なんつうんですか、売り上げ、まあ自分で、その、まあなんつうんですか、なんつうんですかね、その、自分で売り上げをね、上げてきて、それのまま言うたらロイヤリティで引かれて、それがまあ委託会社に入るわけじゃないですか。それが委託会社の、まあなんつうんですかね、取り分というか、そうなってくるじゃないですか。だからドライバーさんが配達して配りまくって、それでようやく委託会社が潤っていくみたいな体制なんで、だからドライバーさんがまあ荷物落としてなんぼみたいなところがあると思うんですけど、でもさっきも言いましたけど、俺配ってなかったんですよね、俺の時は。だから、俺自身が売り上げを出すっていうことなかったんですよ。だって俺荷物配ってないんで。委託会社が売り上げを出す方法ってドライバーが配って、そのロイヤリティを、まあ、抜く。まあ、言い方悪いですけど、抜き取るみたいな。で、まあ委託会社って潤っていくと思うんですけど、だからそういうなんか俺はなかったんで、だから俺の給料っていうのは、まあその、皆さんが、こう、走ってもらったロイヤリティ、で、委託会社が入るじゃないですか。そっから俺はまあ直でもらってるようなもんなんで。だからまあなんつうんですかね。まあそんだけ委託会社、ほんの社長が潤ってたっていうところもあるんですけど。だからそういう会社で責任者をやらんと、この方のね、会社みたいに、自分で走って、その自分の出した売り上げの分の給料しかもらえない、なおかつ責任者みたいなのは、もう一番やったらあかんやつです。何一つメリットないんで。だからまあ、俺はやるべきではないと思いますし、こんな会社あるんだなと。びっくりしましたね。こんな考え方の社長いるんだなと。ちょっとびっくりしたんで、その委託会社自体の考え方が、まあどうなのかな、みたいな。だから、例えばね、今後、その、潤ってきたら、会社自体が潤ってきたら、お前の給料を、まあ50万、60万、70万と上げていってあげるよ、みたいな。まだね、そういうなんか、まあ、口約束でもそういうなんかあれば、まあまあまあ、まだしもね、ちょっと、あれですけど、まあそういうのもなさそうですし、まあ、ちょっとどうなんだろうなと思いましたし、軽貨物やる方で、責任者ならへんみたいな、そういうね、言葉をかけられる方ももしかしたらいるかもしれないですけど、まず、給料面を第一に考えてくださいね。何のために自分は軽貨物やったのかっていうのを、まず思い出して、あ、お金のためやっていうのでね、俺なんかまあ完全にお金のためやった。お金っていうかまあ借金返済のためやったんで、だからまあお金のためじゃないですか。だからお金のために軽貨物やったのに、責任者ならへんって言われた時に、まずお金やったんですよ。まあ全然なるんは全然いいんですけど、お金のほどはいくらほどっていう。うん、まあ、そんな感じやったんで、まあだからそこをね、見失いでほしいなと。そこ見失ったらね、もう何してるこっちゃか分からへんくなるんでね。だからまあそこだけはきっちりね、そこを重要視して、お金がね、これが例えば月、まあ70万、80万ぐらい上げるよって言われたら、まあ、
いいかなと思うんですけど、さすがに20万はちょっとね、逆に舐めすぎやろと思うんで、ドライバーを舐めすぎやろと思うんで、ちょっとどうなんだろうなと思ったって話です。はい、ちょっとすいません、ダラダラと喋らせてもらいましたけど。まあ、こんな感じでちょっといろいろ DM もね、いろいろちょっと読んでいきたいなっていう DM が多いんですけど、ちょっと全然返せてなくて、ほんまに申し訳ないなと思うんですけど、またそれもちょっと、ちょくちょく、動画にしていきたいなと思いますんで、ぜひ、ツイッターの方もね、ぜひ、登録と、こっちのチャンネル登録も、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。